夜だから、そうだ、昼間は白なんだね。そうだ、いや初めて切り替わる瞬間見てしまった。面白い。違う違う、そういう意味じゃなくて、唐揚げも食えねえもん、油っぽすぎて。唐揚げは食える、美味しいから。なんつうんだろう、初めから売ってる鶏の状態とかあるじゃん、うん、鶏肉のあれだったらいけんだけど、変に油っぽく加工してるから食えなくなったもん。おえってなったもん、最近食えねえんだよな。そこの私と君の差はちょっとあるよね。やっぱ私ほら仕事柄ずっと体動かすじゃん、うん、だから疲れてるし、なんていうの、エネルギー補給しなきゃっていうので多分まだ食えるんですよ、そういうのは。やっぱほら在宅でやっぱどうしてもデスクワークの人たちって食がそうなってくる人多いよね。なんかどうしても動かないじゃん。わかんないけど、頭使う。でも君の場合頭使う方がやっぱ糖分の方も走っちゃうじゃん、まあ、だからその差じゃない。まあでも脂っこいのは最近野菜が食いたい。それも歳なんだよ。でもなんかそういうブームみたいなのあるよね。また急に唐揚げ食いたくなる時も来るんだよ。だから私一時期白菜しか食わなかった時期あったじゃん。もうあれ白菜ブーム。今白菜ブーム一旦終わってしまった。けどまた家にあるやつちょっとさっさとカットして、ね、肉団子は冷凍してくから鍋にしてもしてくから。あ、別に味噌汁でもいいんだよな、鍋じゃなくて。昨日味噌買ってきたし、クーポン使うからとりあえずいろいろ買えと思って。でも今日仕事頑張ったからちょっとお惣菜買ってやりと思って、マカロニサラダが安くなってたから買っちゃった。あといなり寿司、そういうの半額以下より距離見えるなんかもう100円ぐらい安くなってたらあいいかなと思って。その場で食うのたりと思う。ああ、もう今日はもう今日疲れ切ってからご飯作る気しないしと思って、そしたらチキンラーメン安くなってくるから、これ買えるでしょって。あ、家にネギあったからな、卵はないけどネギとあれでチキンラーメン食おうと思って。これ最後のコンビニじゃないだね。あとないよ、お腹空いたまま行くんですよ。大丈夫でしょ。あー、ちっちかわいそう。ゲーム、あ、コンビニ弁当食べてコンビニでパン買えばいいでしょ、おにぎり買えばいいでしょ。で、醤油壊してくんねんだよ。じゃあどう、デブやろ。じゃあどう、このベーカリーでもいい、美味しそうだね。これやろ、下道邪道いたね、邪道下道ね、うん、全然下道邪道じゃない。ジムトゥーサーさんでしょ。テンザーさんが面白くてしょうがない。テンザーもともと面白い。口でプップーってクラクション直したとかしてる。テンザーとか、うん、長野もそうだけど、ギャップ萌えひどいよね。いい意味でひどいだからね、うん、あんな顔こわもてでやっぱそんなのにさ、結構お茶目あるじゃん。
ギャップひどいよね。あれはやっぱファンになっちゃうよ、芸人になるよね。俺は大好きだけどね、天山。長野はもともと大ファンだったから、マジ長野モデルのグラサン買おうか迷った時期があったぐらいだ。いやでもこれは長野だから似合うのであって、私がつけたところで似合わねえしなって。バードだったもんね。まだその時20代でクソだな。おお、バード。超モテモテだったな、美人だったから。自分で言うのはすごい美人でプロレス好きだったから、変な男が寄ってくるのが気持ち悪かった。という夢を見たんだな。山と川があるってことですよね、間違いなく。反対側の車線が大自然だよね、対向車線がすげえ混んでるってことでしょ。うん、そう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 、あそこ、あの湯があそこの道も好きだけどね、行くたんびに本当反対車線混んでて、うわーって思いながら見てる。絶対通りたくなった。あそこしかないからしょうがないんだよな、道が。まあ、ないことはないんだろう。あとはあそこってちょっとした観光名所になってるから余計に混むんだよ、飲食店もあって。渋滞してた人たち、自然渋滞。